旅順口攻撃は日露戦争の開戦した1904年2月から5月にかけて行われた第日本帝国海軍連合艦隊によるロシア帝国海軍第一太平洋艦隊に対する攻撃である。日本海軍は日本本土から大陸への海上輸送を脅かすロシア艦隊を無力化するため旅順口攻撃を計画した。日本海軍は 水雷野州等による8時にわたる攻撃と3回の閉塞作戦を実施した。この攻撃で、ロシア太平洋艦隊は、旅順に封じ込まれ、本土から大陸までの陸軍の揚陸や補給が容易になったほか、第一次日韓協約が締結されるなど戦地に、連なる韓国との外交関係を有利なものとした。 しかし、旅順港にこもるロシア艦隊に決定的な打撃を与えることには成功せず、艦隊が温存されたことにより、日本から満州に至る、聖会権が脅かされたため、陸上側からの旅順要塞の攻略が必要となった。1904年2月4日、午前会議で海戦が決定されて陸海軍に対して、対名が下り、6日からの作戦発動が命じられた。 5日17時に連合艦隊司令長官、東郷平八郎は出動命令を受け、6日1時に、佐世保に集結していた艦隊の幹部を三笠に集めて、打ち合わせを行った。9時に出撃、7日には、朝鮮半島北西岸の小鎮太郎付近に進出、また陸軍、第二師団の第一陣2200人の一部を乗せた、運送船3隻の護衛と陸軍の上陸予定地の、 二川を抑えるため、第二艦隊第四戦隊を分破した。1904年2月6日の朝、連合艦隊は、佐世保軍港より出撃、第一戦隊は7日に、朝鮮半島南岸の旧張岸付近で、ロシア貨物船、ロシア号を打歩した。先行して、ロシア商船、アル軍号を打歩した第二戦隊と合流し、遅れて第3、第三、第四戦隊、 1> 第1.24.5駆逐隊も旅順沖へ集合した。ロシア海軍は旅順に太平洋艦隊の主力を配置していた。旅順港は細い水路で結ばれた内港と外港からなる地形だった。旅順港はかねてよりロシアが待望した極東の不登港であった。ただし浅水港であり春節が不足していたため、 喫水の深い船艦などを内向に停泊させた場合に艦長による着底で艦艇を痛める恐れがあるほか上位によって出航不能となった逆に浅水であることを利用して水船下の水雷被害を艦長時に修理することができたそのため大型艦船は当初は水深の深い外航に停泊していたが 攻撃が始まると、旅順艦隊の主力は内航へ引きこもることが多くなった。また、外航と内航をつなぐ湾港が狭く浅いことから、湾港に船を自沈させる、閉塞作戦が実施されることとなった。1904年2月8日18時、日本の連合艦隊は、旅順東方44海里の遠島付近に進出、第一点に、三区畜隊を、旅順港。 第4.5駆逐隊を大連湾へ進撃させた。20時50分、旅順郊外にロシア駆逐艦を発見したので、10日を消したために衝突事故を起こした。日本の駆逐隊は隊列を乱しながらもさらに進み、9日0時20分より、郊外停泊中のロシア艦隊を発見、約1万メートルから魚雷攻撃した。脱出後は、新川へ10日に集合した。 この夜襲で、戦艦セサレービチ、レトビザン、防護巡洋艦パラーダに魚雷が命中した。セサレービチは、水戦下の打皮室を破壊されて、浸水、右弦に傾いた後、左弦に18度まで傾いた。レトビザンとパラーダも、水戦下に大破壊を生じて浸水した。三艦は徹夜で防水に努めて、 他艦の助けにより栄光されて、湾内に入るも座礁格座した。同時に第4.5駆逐隊が大連湾を襲撃したが敵艦に遭遇しなかった。続けて、翌9日朝より、第3戦隊が旅順口の偵察と遊出のために、ロシア艦隊に7000メートルまで接近したが、前夜の混乱により、戦意がなく、反撃されなかった。 続いて、第1.2戦隊が11時55分より、距離8500メートルから約1時間にわたって昼間、砲撃を行ったが、ロシア艦隊は誘いに乗らず、日本側も陸上砲台の射程に入らなかったため、互いにわずかな損害を出すにとどまった。日本の野衆を許した、スタルク中将は罷免され、代わってマカロフ中将が着任することとなった。 2月14日の駆逐艦隊による野衆を描いた、篠原政教の西系日本海軍は、第二次攻撃として、再度の水雷野衆を計画した。2月11日17時に第4.5駆逐隊が、ガザン湾を出港し、第3戦隊も続行したが、12日の明け方から、雪を伴った強風が吹き荒れて、進撃する間、避難する間、 引き返す艦など艦隊は分散してしまった。2月14日の未明に旅順口へ到達した第4駆逐隊は郊外を警戒するロシア駆逐艦3隻と北方に停泊する1艦を発見し、停止艦に対して魚雷攻撃を加えた。攻撃に気づいた陸上砲台からの攻撃を受けたが命中はなかった。天により艦隊行動が乱れたこともあり、 予定していた構内を狙った、間接射撃は実施せず、第二次攻撃はわずか駆逐艦山隻による襲撃になり、戦果も不明であった。ハンスンの日本軍この間に2月16日から27日まで行われた第12師団の二川上陸が成功し、囲碁艦上は日本側が確保した。また、前年の交渉では頓挫した。 日韓議定書が13日からの交渉で23日に締結されるなど韓国の政治情勢は日本有利に導かれた。2月18日、東郷は第3次行動となる旅順口閉塞と校内間接射撃の作戦発動を命令した。23日23時50分、警戒及び襲撃を任務とする第五区逐隊等閉塞船団は、 旅順港近くの老鉄山下に進出した。24日0時30分より月が没すると、黄金山、上東山、白銀山のロシア砲台から単焦灯による照射が始まった。第五駆逐隊は単焦灯を避けながら老鉄山東岸に沿って徐々に進んだが、ついに発見された。1時30分に単焦灯の消灯に乗じて偵察を行ったところ、 駆逐艦2隻と、艦首不明の1隻を発見し、これに、魚雷攻撃を行った。襲撃の後、水雷艇を用いた、航路偵察が行われたが、単照島により発見され、砲撃を受けた。陸上砲台の砲撃停止と航路が確認されたため、老鉄山沖に待機していた。5隻の閉塞船団は、4時15分により、天津丸、報告丸、二川丸、竹明丸。 武州丸の順で突入を開始した。旅順口を目指す閉塞船団は、単焦島に捉えられ猛烈な砲撃を受け、閉塞は、不十分なものとなった。水雷帝隊は、危険を犯して突入隊の収容を行った。天津丸、報告丸、竹明丸の上院は、第十四帝隊により収容されたが、第九帝隊は、攻撃を行ったために側丸。 武マ丸の上院収容が行えなかった。24日中に、新川丸、武マ丸の上院が収容できなかったため、さらに、統合長官は25日に、千葉や、立田を旅順口へ派遣して、捜索を続けたが発見できなかった。上院たちは放火を避け隠れながら、退避を行い、両船の上院は偶然遭遇して合流した後、ジャンク船等を使って、 新国の当州を経由して帰還を果たした。また、閉塞に先立って攻撃を行った第五駆逐隊は一度退避していたが、法制を聞いたため閉塞作戦を援護するために引き返し、あえて砲台に接近して単焦島を灯して牽制したが攻撃を吸収することができず、6時30分に砲撃が途絶えたため湾外へ脱出した。第四駆逐隊は、 第2戦隊の前衛として7時過ぎに楼鉄山沖に到達し、旅順口に接近すると港内に、ロシア駆逐艦3隻を発見したため砲撃を加えた。ロシア駆逐艦及び、陸上砲台も応射したが郊外への出撃がないため7時20分に離脱した。閉塞作戦後も旅順郊外を、ロシア巡洋艦、バヤーン、ノビークの捕獲駆逐艦5隻が徘徊しており、 日本艦隊を攻撃したり、閉塞船に砲撃を加えるなどした。24日12時に、統合長官は、ロシア巡洋艦が、入港困難である、可能性があることから、夜半より第4駆逐隊による、魚雷攻撃を命令した。25日0時に第4駆逐隊は、テ鉄山沖に、進出、1時30分より、第2に小隊の村雨、春雨が、 旅順口に進むと、2時ごろ、ロシア陸上砲台や、紹介艦は、単焦灯で照らされた、沈没閉塞船を誤射していた。村雨は目標を認めて3時3分に魚雷を、発射した。春雨も同じく3時8分に魚雷を発射したが、退避中に砲撃を受けた。村雨は、第二次攻撃のために引き返し、3時10分に、 座礁していると見られるレトビザンに向けて魚雷を発射した。第一小隊の側長と朝霧は25日2時30分に襲撃に入り、50分よりロシア駆逐艦数席に向けて魚雷攻撃を行い、反転後にロシア艦と砲撃を交えた。さらに両艦は回頭して第二次魚雷攻撃を行った。第五駆逐隊は、 大連湾にて目標を探したが発見できなかった。続いて25日の朝より、港内間接射撃のため、第1点に船体が、旅順口に進出すると、満州山沖に航行するロシア巡洋艦、バヤーン、アスコリド、ノビークの3隻と遭遇したため、11時31分に、これに砲撃を加えつつ陸上砲台も、目標として射撃した。 ロシア艦は命中弾を受けて港内へ退避したため、郊外から間接射撃を行った。第1.2戦隊の攻撃中にローテツ山沖を警戒していた第3戦隊も10時40分頃にロシア駆逐艦を発見して砲撃し、座礁したブヌシーテリーヌイを翌日自沈に追い込んだ。陸上砲台の射程も考慮して、これらの攻撃は遠距離で行われた。 3月6日、旅順のロシア艦隊司令官にマカロフ中将が着任した。日露交戦気分第4回旅順郊外域、かける水艦有敵艦を襲撃す4次旅順攻撃における第1駆逐艦隊所属駆逐艦、霞の奮戦第1軍の上陸を援護するため旅順港の第4次攻撃が企画された。3月10日の未明、第一駆逐隊が 旅順口に進出するとマカロフ中将も、駆逐艦6隻を繰り出して、海戦となり、沈没艦はなかったが双方に被害が出ていた。続いて旅順口に達した第三駆逐隊も、ロシアの駆逐艦、レシーテリヌイ、水雷艇、ステレグーシチイと、戦闘となり、ステレグーシチイを、無力化した後に捕獲を試みたが、ロシア巡洋艦の伸び行くと、 バヤーンが郊外に出動してきたため栄光を諦めて撃沈した。10時頃より第1戦隊が3隻ずつに分かれて10時8分から12時30分まで、及び12時50分から13時46分まで、間接射撃を行った。ロシア側は、艦長のため航行を通過できず出撃できなかった。この間接射撃により、戦艦、 レトビザンに一発の砲弾が命中しその他の艦船や砲台にも被害が出た。日本陸軍は予定通り10日に第1軍主力をピョンヤン近くの鎮、南浦へ上陸させ29日までに完了した。以後、ピョンヤンで第12師団と合流して北上を開始したが、前進速度と悪路のために補給が困難となり、 正界権も確保されていることから3月末には補給ポイントを義州南方を鉄山半島の持ち東浦及び陸浦に前進させた。旅順口の海戦に我が富士官房術長山中少佐奮戦の図3月22日の未明から朝にかけてに第4駆逐隊と第5駆逐隊が旅順口に進出し、ロシアの紹介官邸と交戦した。 続いて第一戦隊の富士、八島が一につき、9時56分により、間接射撃を行った。ロシア側も対抗して陸上に砲撃用の観測所を新設しており、島内の軍艦が、郊外の日本艦隊へ、間接射撃で応射した。また、ロシア艦隊は、艦艇修理と整備を進めた上マカロフの着任により、迎撃を活性化させていた。 富士と八島の攻撃に対して、巡洋艦、バヤーン、アスコリド、ノビークを出撃させ、続いて、戦艦ペトロパブロフスク、ポルターバ、セバストーポリ、ペレスベート他の優勢な艦艇を出撃させたため、日本側は艦隊を退却させた。黄金山から、最初の砲撃3月27日の未明、閉塞船4隻による、第2回旅順口閉塞作戦が実施された。 閉塞隊を援護するため、同時に、第1点に、三駆逐隊及び、第9艇隊が出動した。この間、ロシア駆逐艦シーリヌイが、陸上砲台の誤射により大破格差した。夜が明けてもロシア艦隊は、活動を続け、バヤーン、ノビークなどの巡洋艦のほか、戦艦ポベーダ、ポルターバ、ペトロパブロフスクなどが出航したため、閉塞作戦が失敗した。 食来で沈むペトロパブロフスク4月7日に、日本の連合艦隊司令部は、第7次攻撃を発令した。その作戦案は、第4.5駆逐隊と、第14艇隊及び高陵丸からなる部隊が、第2駆逐隊の護衛の下で、旅順航行付近へ機雷を隠密付設するとともに、第3戦隊が、ロシア艦隊主力の誘致を図り、 第一戦隊が誘い出されたロシア艦隊を攻撃するという内容であった。悪天候のため作戦は順延され、4月12日午後5時40分に、嫌雷布設部隊は、旅順高校へ向けて出撃した。同日午後11時から13日0時30分まで、布設部隊は、各艦船や、駆逐艦村雨に栄光された団体ら船に積まれた、機雷系44校、 航校外へ布設した。この間、雨による視界不良によりロシア側から発見されることはなかった。13日の早朝、布設援護任務の第二駆逐隊と紹介中のロシア駆逐艦ストラーシヌイが交戦したのをきっかけに、ロシア巡洋艦バヤーンが救援のため湾外へ出撃し、日本の第三戦隊と旅順の湾港で砲戦となった。 日本艦隊を追撃すべくロシア側は、マカロフ中常識のもとに、戦艦ペトロパブロフスクホカ、戦艦2隻、巡洋艦3隻、駆逐艦9隻の艦隊主力が出撃した。退避する第3戦隊よりの電報を受けて、日本の第1戦隊が救援に駆けつけたが、ロシア艦隊はこれを見て反転し、陸上砲台の射程内に日本艦隊を誘う動きを見せた。 この時、10時32分、ペトロパブロフスク及び続行する戦艦、オベーダが共に触雷した。ロシア側はこれを、潜水艇の攻撃と誤認して、海面を乱射した。被害を受けたペトロパブロフスクは、砲弾と魚雷の誘爆に加えて、ボイラーが爆発したことにより沈没し、座上のマカロフ中将も戦死した。4月14日。 マカロフの公認指揮官として、極東総督のエブゲーニー、アレクセイエフ大将が、戦艦、セバストーポリに着任して、直接指揮を取ったが、以後日本艦隊の攻撃があっても、積極的な反撃を行わなくなった。さらに、日本陸軍がシオ奥エリフスマ付近に上陸したことを5月4日に、知ったアレクセイエフは、連絡を立たれることを恐れて、法典へ脱出し、 艦隊の指揮を、ウィットゲフト少将に任せた。4月14日夜より15日未明に、第2.4、5駆逐隊及び、第9艇隊は、旅順口へ進出したが目標を発見できなかった。同じく15日朝に駆逐隊の収容及び、ロシア艦隊優位の任務に出撃した第3、戦隊も、目的を達することができなかった。 1> 第1戦隊と共に旅順口に進出した新戦力のカスが日清は間接射撃を行ったが、ロシア間の出撃はなかった。5月2日の夜には閉塞船12隻を投入した第3回旅順口閉塞作戦が実施されたが、閉塞には成功しなかった。日本海軍は第7次攻撃で機雷が効果を発揮したことから、機雷作戦の拡大を決めた。 同年8月にかけて19回にわたり、仮想法官による、機雷敷設を行ったほか、同年6月から12月までは、関西水雷艇も投入し、ダミーを含め、計1 7 0 3個の機雷を、旅順高校から約 9km までの一帯へ、敷設した。ロシア側も機雷による作戦を展開した。5月5日。 旅順口の監視を続ける日本艦隊の航路に対し、ウィットゲフト少将は、不施艦アムールによる機雷不施設を実施した。これにより15日の午前11時10分に、ローテツ山沖でヤシマとハツセが、初来沈没した。日本側は、ヤシマの沈没のみ発表し、ハツセの沈没は、翌1905年5月末まで伏せられた。この前後には、 日本側の被害が続出していた。14日には、水雷四48号と宮古が植雷して、沈没、15日1時30分に、旅順沖で、吉野が春日に衝突されて、沈没、16日には立つたが、座礁、17日には、事故で、大島、植雷で暁を失った。6月23日、 旅順艦隊がウラジオストックへ向けて一旦出航するもすぐに引き返した。開戦直後に行われた第一次攻撃について不徹底であったとの批判がある。ありがとうございます。